金星トンネル金星トンネルは、群馬県利根郡片品村と栃木県日光市の間の金星峠下を貫く、国道120号のトンネル。標高1843メートルで、国内のトンネルでは最も標高が高い。トンネル延長は755メートル。日本ロマンチック街道の一部でもある。国土地理院の地図では、金星峠トンネルと表記されている。 標高が高いため、例年12月末から4月末の間は、近世道路全体が閉鎖される。たびたび付近で、だれが起こるため、春に開通しても、通行止めになることがよくある。トンネルが開通した1965年より、ここを経由して、水上駅沼田駅絹川温泉間を結ぶ、東武バスの路線が存在したが、1990年に廃止。その後、 鎌田日光湯本間に区間短縮して運転されていたが、これも1992年に廃止された。以降、このトンネルを通過する路線バスは存在しない状態が続いていたが、2016年5月1日より、関越交通によって鎌田中禅寺温泉間に1日に往復路線バスが運転されている。ただし、2020年現在、 再び、湯本温泉までの運行となっている。また、トンネルの封鎖期間中は運行しない。トンネルで入り口にあるトンネル名標識は、旧日本道路公団仕様のもので、有料道路時代の名残である。ありがとうございます。